ファミコン年表、これはいいでしょう !1983 年、ーうこれごめん、全然やってない。やってない、やってない、やってない、やってない。84年。ある、ない、ある、ない。あ、ナッツミルクか、さっきの画面。エキサイトバイクってマジでやべえわ。これ、エキサイトバイクさ、新作出ねえかな。売れるぜ。 転んだ後にさ、起きていく瞬間、殺したくなるんだよね、遅すぎて。<laughs> さあ。85年はもう伝説の年よ。スーパーマリオブラザーズと僕同い年なんですよ。ポートピア連続殺人事件と僕同い年なんですよ、スペランカ。未だにあるよね。バルーンファイトもなんか、多分リメイクされてたな。知らない。ギャラがって聞いたことあるけど、やったことない。ね、ドルアーガのことこ知ってるみんな。犯人は、うんっす。 スペランカー。これなんだこれ知らない。ボンバマンも俺とダメなので、バソバックトゥーザフューチャー。これ未だに見るからね。えー、国際科学技術1985年。その年の主な出来事国際科学技術博物館、えー、科学万博、う、つくば80、えぇ、ー、NTT、日本電信電話株式会社誕生。 チャリティー企画ソング、We Are the World リリース。ロッテ社、ビックリマンチョコ、天使バーサス、悪魔シリーズ。すごい。そう。で、阪神タイガースが21年ぶりにリーグ優勝。ちなみに、この年以来、阪神は日本一になってません。アニメ、タッチ、放送開始。エポック社、シルバニアファミリー発売。えー、カトジュニシ生誕と。だって、伝説の年だね。 でも、まあ、加藤純一がもう生まれたんだっから、それ以降は別にもう打足だよねっ、つって。打足っつってもあれだよ。あの人間のクズの方じゃないからね。で、1986から1994はもう別に特に公開する予定はないです。くっ、やばすぎ。歴史がすげえなぁ。沈天堂すごくないこうやって見るとやっぱ、沈天。ん、マリオ マリオできてんだよ。何これジャイロセットとか知らねえよ。超プレミアついてそう。そっか、ゼルダも1986年か。スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズ2って連発で出してんだよ。もうこれが、ね、ゲームの歴史を変えたんだから。で、このバレーボール、マジで、名作だからね。 これ視野です。やることも。リンクの冒険。これシンの実況でしか見たことねえな。ゴルフ。スマッシュピンポ知らない。知らない、知らないパンチアウト。<laughs> パンチクラブじゃありませんよ。パンチアウトですよ。でで、88年にスーパーマリオブラザーズ3。 これね、35年経った今でもなお、俺の中ではもうほんとトップ3。マザーって89年なのマザーでん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 でこれ5年ぐらい前に俺、空前のマリ、ドクターマリオブームが訪れて雑談するときずっとドクターマリオやってた気がする。誰だっけななんか女配信者か誰か超うめえみたいな。噂が。 まことしやかに流れたとか流れなかったとか誰だっけ誰だっけ誰か天狗ちゃんのお母さんがいまだに現役っての知ってんだよあいつめっちゃくちゃあいつとか言ってた <laughs> 天狗ちゃんのお母さんがドクターマリオ好きすぎていまだにやってるらしい33年経った今でも ちょっと電話して聞くわ、今。おめえの母ちゃんまだドクターマリオやってるって、ガチで。こんなあのね、もう結婚してて、この休日の一番忙しい時に電話して聞くわ。おめえ、おめの母ちゃんまだドクターマリオやってるって。迷惑とは考えません。あいつ今、多分地元でバーベキューやってるから、このバーベキューやってないでドクターマリオは別、マジ言うわ。そんな人間のクズのもと。 あいつのライン知らねえやん。<laughs> あいつのライン知らねえんだと俺。そうそう教えてもらうね。<laughs> ヨッシーの卵嘘 <laughs> だろう。で、ファイヤーエンブレム、スーパーマリオ USA。ヨッシーのクッキー、この辺名作だね。で、星のカービィ。え、ワリオの森ってなんだっけ ここからすべて始まったと言っても過言じゃないんじゃないかいや、後ろの配線見せてよー。ねえ、後ろの配線がすごい。当時、みんなさ、当時のファミリーコンピューターの後ろの配線、針金がついてて、テレビのね、ブラウン管のネジみたいなのをブ,ブブブって外すと、 そういうシステムって何だっけ線をぐる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 って巻いて、ぎゅっ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 て締めてやってんだよ。あのシステムって何て言うんだろう。そんな考えられないでしょコイルシステムっていうの。赤と黄色と白のケーブル刺すやつは、もう革命だった。えもうネジネジしなくていいのつって。 あのねじねじはねだるかったんだよ。三色ケーブルなんてもう大人よ。ねそのだって三色ケーブルの後 HDMI でしょだよね。そうやって考えると HDMI ってすごくないえ、三色ケーブルの後。 PS2 まで3色ケーブルじゃなかったっけ ?D 端子今は DP だよね。ちょっとよくわかんないけど、俺も。HDMI ってすごいんだな。誰が開発したんだろうこんなしれえファミコンも、うこのように存在しねえだろ。まっきんきんじゃん、みんな。親父のタバコで。 ここでカセット外して、これリセット。こんなにしかもね、なんか今みたいに消しますか <laughs> じゃなくて、ここに布団がポンって置かれた瞬間にブンって消えるんだよ。これ。これもう命綱よ。俺もう今トラウマだもん、これ。だって夜通し、セーブ機能なんてなかったから夜通しつけとかなきゃいねえじゃん。で、バレると怒られるからこの上に布団かぶせるのね。うまく空洞、猫と一緒に寝るときみたいにうまく空洞作ってねんねと、カセット触れただけでバグるし、ここにちょんって触れただけで、 リセットされんのね。鎌倉みてえに布団を家庭布団使って鎌倉作って当時俺保管したんだよ。で、熱がこもって畳が焼けた。カセット刺す部分だな。これはもうみんな知ってるでしょ。何チャンネル1とチャンネル2ってこんなあったっけチャンネル切り替えスイッチです。1チャンネルでテレビ放送を行ってる地域では2チャンネル、2チャンネルであった。こんなのあった。 あったこんなのあったアダプターだねいやこんな知らないあっただろうけどでにちゃんあのリモコン2だけこれ喋れたんだよ意味わかんなくない ?1 コンと2コンがあって2コンにだけボリュームついてて あーって喋ると、ブブブブみたいな感じで、音質ゴミだけど、喋れたんだよ。これ知らないでしょで、これを使うゲームって、たけしの挑戦状以外に俺知らない。でもゲーム中に喋れるんだよ。ブブ <laughs> みたいな。その代わりスタートとセレクトがない。ワンコンが始めない限りは、もう、もう、生札を出すけん全部ワンコンを持ってるんだよ。いや、俺始めねえよって,って。で、当時、 そういうチキンレースが行われてた。俺絶対始めねえからっ,って。何時間始めないか。始めないやつがやっぱ強い。クラスで一番始めないやつがそのちクラスのボスだった。わ、こいつ始めねえな、なかなかあ。俺ファミコンやれる時間限られてるけど、おめえだと一緒に始めねえよ。そういう男らしい男がモテていました。足が速いやつとファミコン始めないやつこの AC アダプター人類史上一番壊れやすい。 2日で壊れる、大体、平均。根元が。これ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 でやってたんだよ、俺のファミコンこれをテレビの根元、なんかテレビから出てる、ネジみたいなところにぐるぐる巻きにして、やってたんだよ。これ、今でもやりたい、これ。これだよ。考えられねえだろ。知らない。 ディスクシステムってのは聞いたことあるな進化しましたねというかそろそろさスイッチの後継機って出てこないの今スイッチって発売して何年ぐらいそろそろ出てきてもよくないまだ早いかまだやめとくか <laughs> 公園に集まってゲームするという文化は いや、俺たち小学校4年生の時にポケットモンスター出た時はさ、もうマジでやばかったぜ。みんな学校、休日、マジで、休日の方が生徒いたよ、マジで、本当に。本当に、校庭でみんな来て、全員でポケモンやってたんだよ。で、通信ケーブルを熊田正史しか持ってなかったから、あいつが生させよ俺がな、ね、ファミコンやっぱスタートしない男で有名じゃん。で、 関東で俺が一番スタートしないってことで、全国からやっぱ、ね、あのー、なんつうの、あいつやべえやつがいるってって噂になってたのねほんとスタートしねえっつって。そこでやっぱ、変わっちゃったの、負けたの。熊田のまさしがさ、全然、あれだぞって。通信ケーブル貸してくんねえぞって仲良くしねえと。あれはすごかったね。通信できるんだもん。 あの頃の裏技ってどうやって広まったんだろうマジで分からん。誰、な、なんだっけな、有名な裏技。下たあるウェール YBXA って。ね、ね、したあるウェール YBXA ってなんだっけそんなの絶対に存在しないじゃん。ウェ X 下 b LY はあれは。あ、コロコロボンボンとかで。 上上下下 ABAB AB とか。でセレクトバブポケモンのバグなんてマジでホントにみんなしてたからね。100レベルにする裏技とかさ。欠番とか。<laughs> 俺。 ゲームボーイ2個持ってたからさ、なぜか知らないけど、今のさ、アイコスみたいに使ってたの。電池がなくなるから。なんでゲームボーイ2個買ってくれんのにーファミ買ってくんなかったんで今思えば。教育の仕方間違えてんだろ。俺ゲームボーイは2個,2個買ってもらってたのね。んで、ゲームボーイを買ってもらえない友達がうちに来てポケモンずっとやってて、で、当時俺ポケモンも3つ持ってたから、 俺は赤と緑が好きで赤と緑やってたんだけど、石川くんってやつがいたのね。石川くんが、うちでずーっと俺のポケモン青をやってて、で、でもやっぱポケモンやっぱ盗みてえじゃん。俺の,俺のポケモンのデータだし、俺のポケモンのでやってるから俺のものだと思って。 で、そいつが、玉虫シ,シティで EV 捕まえるたびに、俺のデータに勝手に移して、セレクトバグで爆らして、なんかお前のデータ爆っちゃったんだね、っつってまたやらせて、ね、二日ぐらいで玉虫シ,シティ行くじゃん。で、EV 取ったらまた俺に移して、俺だから、俺だけ本当に EV の進化系持ってたんだよ。セレクトバグで爆らして、ぐちゃぐちゃにして、あ、なんかわかわいそうだな、まあい,い、まあ、もう一回やんなよ、っつって。で、俺は150匹集めてました。ちなみにね。 小学校の時にすでにあの任天堂の社長から玉虫シティのあのね屋上にある社長のところ行ってもらってました感謝状貸してもらってるから文句も言えねえもんな